いらっしゃい。いらっしゃい。あ、いらっしゃいまし。いやー、さあ、行こう行こう。いらっしゃいまし。世話になるよ。あ、お荷物はこれだけではないか。まだあそこにあるんだが。あ、そうですか。これで全部なんですか。うん。そんなに持てるかね。大丈夫です。いいやいいや。あ、どうぞどうぞ。すまないね。いいえ。よくいらしてくださいまして誠に、ありがとう存じます。いやどうも一年中世話しないんでね、せめて子供たちの休暇の間にでも体を鍛えておこうと思ってね。どうぞ。いや、みんな弱虫だな。このおじさん一人で持ったのに。坊ちゃん、このおじさんはね五人力なんですよ。うん、じゃあまだ持ってるんだね。すごいね。いいのになるよ。これいいね。これもいいね、うん、いらっしゃいませ。おいおい坊や、早くおいで。ん、これどうしたんだい。早川さんの奥さんにいただいたの。うん、これ兄ちゃんにだって。とてもいい方ね。兄ちゃんからもお礼言っといてね。うん、はあ、知恵の輪だよないか。あたしすぐできちゃった。そうかい。兄ちゃんできるかな。うん、こんなものはわけないよ。早川さんの奥さんだ。ちょっと挨拶してくるよ。これは早川さんの奥さんですか。まあ水谷さん、どうぞ。いやいや、ご無沙汰いたしております。いや、こちらこそ。いつからご滞在ですか。はあ、お医者様から少し静養するようにって勧められました。ああ、そうですか。特に早川君は。はあ、今度の日曜には参るとか申しておりました。そうですか。お父さん、うん、僕のカバンの鍵は見つからないんです。うん。どっか落としちゃったらしいんです。あ、そうか。ではまた後ほど。ごめんくださいまし。ダメだな。ちょっと貸してごらん。うんうん。こうやるの。ああ、そうか。わかった。こうやんだろ。うん、ちょちょちょ、こうやってこう、あ、ヤカさん、え、お客さんがね鍵をなくしたんでね、これを力いっぱい引っ張って開けてみてくれとおっしゃるんだがね。うん、さっきの坊ちゃんのだよ。ああ、うん、こうやればいいんだろ。あ、よっ、あ、ああ、もう一回やってみよう。やたしさん、どうしたの。言われちゃったよ。どうして。お客様はね、カバンの鍵がないから開けてくれって言うから無理に引っ張ったんです。だからカバンの鍵は破けちゃったんだよ。まあでもあんたの力じゃない。あんた今夜用がある。うん、私小田原まで買い物に行くんだけど一緒に行ってくれない。ああ、行ってもいいよ。今夜早番だから。兄ちゃん、手伝ってくんない。もうちょっと待ってくれよ。あら、奥様。あ、
先ほどはどうもありがとうございました。いいえ、それおできになりまして。なかなか離れないんです。あなた方みたいね。ゆりちゃん、私明日湖水の方へ出かけてみたいと思うんだけど。とってもいいとこですわ。あたいも行きたいわ。それじゃあ今晩私から支配人にお願いしてゆりちゃんに案内してもらいましょうね。まあ嬉しい。兄ちゃ ん、明日店番変わってね。ああ、いいよ。すみませんね。いいえ、ゆり坊。うん、そこお前が買ってくんだぞ。うん。実はね、ゆり坊が夜なかなか眠らないんだよ。体でも悪いの？いや、病気じゃないんだ。あの早川さんっていうお客様からいただいた本に夢中なんだよ。それで出かけられないの？うん、あの子が眠らないうちに出かけるとかわいそうだからな。ゆりちゃん幸せね。ねえ、八田八さん、八田八さん結婚したらやっぱりゆりちゃんのようにおかみさんは大事にするかしら。さあ、どうだかな。おい、ゆり坊。船着き場まで時期ね。ええ、兄ちゃんのお土産何買ってこうかな。あなた方は本当に仲のいいご兄弟ね。いい兄ちゃんでしょ。でも割合に世話が焼けるの。夜寝るときお腹出して寝るんでしょ。
しょ。その格好ったらもうクジラみたい。でも歌はちょっとぐらい前の。下手なのは奥様にいただいた知恵の輪。まだすまなかったな。いや、お客様笑っとられて、あの体じゃ無理はないってね。そうか、ちょっと心配してたんだけど。ちょっと貸してみろ。うん。おいおい、困るじゃないか。これ奥さんが下したのかい？うん、当たり前にあげよう。そうか。どうやって開くんだろうな。知恵の輪よりは優しい。そうか。うん。なんだよ、こう開けりゃいいんだね。なんだよ、こんなことじゃ驚かんぞ。やばい、驚いたほら、人を脅かそうと思ってわざわざこんなもの買ってきたな。兄ちゃん、割合と気がちっちゃいんだな。今日のごちそうなんだい？兄ちゃんの大好きなもん。ああ、お腹空いたな。だけお昼ご食べちゃったんだから。うん、もうやってやんな。美味しかったか？うん。それからね、モーターボートに乗ってね、奥さんといろんな話しちゃったの。そうかい？どんな話したんだい？あのね、東京のうちは西洋館でね、兄ちゃんみたいな大きな犬が2匹もいんだってさ。おいおい、奥さんがそんなこと言ったのか？うん。そんでお兄ちゃん、評判が良かったから安心してや。どうだか。また余計なこと言ったんだろう。ちょっとばかりね。じゃあ今日早く寝ちゃおっと。また本読んでる。また明日眠いから寝なさい。ね。ね。兄ちゃん歌ったから。Oh, no.
んだい。おやすみ。いらしてますのよ。おお、一人で？いいえ、皆さんで。賑やかで楽しそうですわ。まあここも慣れれば寂しくないさ。そうだ、久しぶりにくつろいで一つ三谷とおごでもやって帰ろうかな。遊びに行くとこないかしら。すぐそこの川へよく釣りにいらっしゃいますけど。魚が釣るの、私も行きたいわ。釣りしたいな。子供たちだけじゃ危ないけど、誰か連れてってくれてないでしょうか。はい。どうぞ。あ、では。ああ、ああ、ごもっともで。かしこまりました。ではこういたしましょう。そう、そうしていただけば大変結構ですわ。じゃあお願いします。あの大きなポーターが一緒に行ってくれんです。よかったわね。あのデブちゃんだろ。そうそう、僕のカバンを破ったデブちゃんだ。おしろいや。みんな世話を焼かしちゃいけませんよ。あ、おじさん餌つけておくれよ。よし、おじさんが釣りますよ。やった、ハッチャーン。おう、今晩公園散歩しない？ゆりちゃんも誘って。行こう。この間腐ったぜ。せっかくゆりも早く寝てくれたのに、君は留守なんだもん。普段お互い様じゃないの。じゃあ仕事終わったら誘いに行くぜ。え、待ってるわ。さよなら。さよなら。次の具体でお立ちですか。ああ、いろいろありがとうございました。どうも。いいえ。ありがとうございました。あら、奥様もお帰りですの？いいえ、私はまだおりますの。ああ、もうそろそろお時間でございますから。ああ、そう。はい、行きましょう。懐かしや。
ピーちゃん、ちょっと話があるんだけど。そんなわけでホテルを辞めることになったんだよ。それでピーちゃんに頼みがあるんだけど。どんなこと？こんな時にすぐ就職口があるわけはないし、僕が職を探してる間しばらくユリ坊を見ててくれないか。君より他に頼む人がないんだよ。ええ、大丈夫よ。あなたの代わりにちゃんと見てあげるわ。ありがとう。兄ちゃん。兄ちゃん。ゆりちゃんまだ悪いんですかしら。悪いと申しますと？それに八田八さんどうしたんですか。ああ、実は昨日お客様に大変ご迷惑かけましたので責任上辞めさせました。まあ、でも理由もよく聞いてやらないですぐ解雇するなんて少し軽率じゃございません。じゃあ頼むよ。え、誰でも言ったら就職口があるかもしれないから。おい、ヤトさん。今、君のうちに来なかったんだよ。どうかい？おい、ヤトさん。どうしてあんのを話さなかったんだ？だってホテルに迷惑をかけたことは、そんな私事では済まないだろう。とにかく、一緒に行こう。どこへ？支配人が呼んでるんだよ。うん。早川さんの奥さんから訳を伺ってすっかり分かったよ。ああ大変すまなかった。ああ万象君の方々もその訳を聞いて君のことを大変褒めて笑いました。恐れ入ります。まあしっかりやってくれたら。 ありがとうございます。おかげさまで支配人も了解してくれまして、その上接客主任に昇進することになりました。まあようござんしたわね。はなんともお礼の申し上げようもございません。いいえ、それよりゆりちゃん？は、もう一日だけ休ませればいいと思います。そう、お見舞いに伺わなくちゃね。いいえ、とんでもない。そんなことしていただいて本当に恐縮いたします。緑輝く光に昇る湯煙、楽しく招く若い命の旅行く夕べ、おかげ懐かしいご覧のホテル。あら奥様。どうゆりちゃん。もう大丈夫なのよ。でも兄ちゃん明日包帯取るんだって。早く良くなってよかったわね。うん。これお見舞い。あら、あ、汚いけど上がってくださる？どうぞ。開けてごらんなさい。うん、ありがとう。あら、かわいいわ。
ちょっとあのお人形拝見。あれ汚いのよ。とても古いの。この人形あなたの？ええ。ずっと前から持ってらっしゃるんですか？ええ、昔から。それちっちゃい時から持ってますの。あなた、小さい頃からお兄様と二人っきり？ええ。ご両親は？大学卒の時で。お亡くなりになったの。どうかしたの？いいえ、私急に大事な用を思い出したからこれで失礼。お大事にね。もう帰んの？さよなら。さよなら。いらっしゃい。おう。あなたが見る見てびっくりしてきたようなわけなんだが、確かに間違いないんだろうね。あ、あなたに来ていただいて、早速あの兄さんに事情を聞いてみようと思います。うん、で、すぐここに来てもらえたろう。は、じゃあすぐ行こう。おい、その服ができたら早速ボットル屋店に行くんだろう。ゆりちゃんが見たら喜ぶでしょうね。ああ、おります。あ、すぐに伺わせます。おい、早川さんでお呼びだ。あ、そう、ちょっと待ってね。どうぞ。お呼びでいらっしゃいますか。ああ。実はちょっと尋ねたいことがあるんだがね。あ。まあかけたまえ。あ。実は突然だが、あの下の売店のゆりちゃんという子供のことなんだがね。あれは君の本当の妹かね。え、そうです。妹はどうかしたんでございましょうか。お人形なんです。妹さんが可愛がっているあの古いお人形なんです。ねえ、八田八さん、お願いですからどうか本当のことをおっしゃってください。私にはあのゆりちゃんが震災ではぐれた娘のように思えてならないんです。あの時何にも知らないでお人形を抱えて喜んでいたあの子の面影が今でも目の前に浮かびます。あのお人形、決して間違いはありません。あれです。八田八さん、諦められずにいた子供が見つかったんです。
十何年間男で一つで育ててきたものを今急に君の手から奪っていくような残酷なことは十分悪いと承知してはいるんだが、けれど子供を失った夫婦の寂しさも考えてくれないか。それじゃあ百合をお連れになってしまうんですか。そんな。辛いでしょう。しかし我がことを知りながらそれを手元に置くことができないということを。分かりました。今日まで無事に育ててくれた豪がきっと何らかの形で豪。そんなことはおっしゃらないでください。またカバンでも破ったんじゃないの。八田橋さん、それでゆりちゃんを渡すことにしたの。どうして、どうしてさ、あんなに可愛がってたゆりちゃんを。可愛いよ。そんなのなんで承知したのよ。あんたはそれでいいかもしれないけど、ゆりちゃんはどうなるの。そんなこと分かってるよ。ねえ、ゆり坊に何て言おう。あんた言える。ゆりちゃん、昨日来なかったのね。あ、とってもいいもんなんだよ。ほら、このお人形。ね、かわいいでしょ。早川さんの奥さんにいただいたの。ゆりちゃん。何？このお人形さんも、その奥さんにいただいたんだってね。違うわよ。これあたいのお母さんにいただいたんだもん。ゆりちゃん、うん、驚いちゃダメよ。その母さん、早川さんの奥さんだっていうことが分かったの。え？もう泣かないのね。兄ちゃんだってゆりちゃんの幸せを考えているのよ。ゆり、兄ちゃんの言うこと聞くんだぞ。兄ちゃんがバカ、意地悪、兄ちゃんなんか大嫌い。兄ちゃんのバカ。ゆりちゃん、ゆりちゃん、そんなに泣いたら兄ちゃんは困っちゃうじゃないの。早川の奥さんと一緒に行った時の楽しかったことを思い出してごらんなさい。いいお母様でしょ。
いつかもういっぺんもういっぺんお母さんと呼んでちょうだい。兄ちゃんにわがままばかり言って、あたい何にも何にも。富士ちゃん、あたい今日東京へ帰ることになったの。そう。兄ちゃん来てくれっていいんだけど、来てくれるかしら。ええ、大丈夫よ。あたしこれから八橋さんにそう言ってきてあげるわ。そう、お願いよ。ええ、いいわ。ああ、藤ちゃんか。あら、洋服出したのね。ああ。あ、早川さんたち、今日お昼過ぎにお立ちになるんですって。うん。ねえ、ゆりちゃんが兄さんはなぜ来てくれないのかって、そう言ってたわ。言ってあげなさいな。この洋服着て。うん。お別れしてらっしゃい。兄ちゃん。ゆりぼ。兄ちゃん。ゆりぼ。東京に着いたら手紙くれるんだよ。兄ちゃんもね。うん。ほら、いつか話した2匹の犬によろしくね。だったらまた遊びに来るんだって。そうかい、うん、待ってるよ。うん、きっとだよ。早川君は部屋にいるかね。君のお父さんだよ。うん。あ、そう。やあ。やあ。八田橋君もよくその気になってくれましたね。いやあ、その話をするにはずいぶん苦労したよ。子供は何と言っても母親の手元に置くのが何よりですからね。うん、気のせいか奥様のお顔の色もすっかり晴れ晴らしくなったじゃございませんか。はあ、
何ですか、病気なんかどっか逃げてってしまったような気がいたします。うん、これからはお宅様に負けないくらい賑やかになりますと存じます。ただそれが楽しみで。ではお元気でね。ああ、いろいろご心配かけたね。どうも。僕はここで失礼します。ああ、どうぞお構いなく。ではご迷惑ください。ご厄介になりました。いえ、来年もどうぞ。あ、ありがとう。で、さよなら。さよなら。あ、さよなら。ご覧ください。あ。山から降りちゃったかしら。本当になんだかがらんとして寂しいわね。でも来年の春になったらきっと来るって言ったから。そうね、その時はここへ呼んで二人でうんとごちそうしたいましょうね。うん。